じゃあ次のお題や。唯一の弱点が鼻炎でな、こればかりがどうしようもならない。俺は特にねえ、最近ちょっと朝腹下すぐらい。俺はこの前食中毒というやつになってしまった。お前中指小指あとなんかお姉さん指らへん骨折してるじゃないかよ骨折そんなバカなはずがないだろ。私は骨折なんてしない。なんだそれじゃ。この指を普通に出しているとうずくんだよ。あの時の光景が目に浮かぶ。あ、もう殺すとかじゃなくて出しとるとうずくだけか。まあいいや、次のお題。まあまあ、僕のモエモエキュンキュンモエリンフギアをかどこに捨てたの。もう泣いちゃうよ、プンプンだ。できた。 お前本部のやつと連絡取ってるのか。まあ市場でな、ちょっと。市場か。市場この場に持ち込むんじゃない。甘ったれるな。お前のその一つの行動が全てを左右する。俺は何があろうと知ることだけは必ずこなす、たとえそこに市場が混じろうとな。それはやってねえやつが言う言葉なんだよ。じゃあお前は何か成したことがあるのか。ああ、最近学校行くときコンビニ前とかにゴミ落ちとったら拾ってコンビニの中に捨てたりしとるよ鼻で笑ってしまうようなしょうもないことしかしてないのか。あとはちゃんと信号守ったりしとるわ。それは当たり前だ。くだらぬことを言ってないで早く。ま、万引きはしたけどな。ということで、じゃあまず戻りっきりですよ。お前もうなんかあれや、最後に行った方が強い説あるからよ。基本もう一個前に優勝した人から行っていく感じでいいよな。了解した。任せなさい。じゃあ言えよ。あ、お前書いてねえのか書くことをやめたか。こんな旧式のものは俺には必要ない。俺の武器はここだ。笑わせる。では俺から言わせてもらえばいいか。ああ、うん、恥をかけ。おい、俺の大事な娘を返してもらおうか。もし返さなければお前を始末することになるぞ。まあ始末としても俺は殺しはやらないんでな、あくまで社会的にだがめちゃくちゃ長いじゃないか。でもワードセンスは光ってるな。お前光ってるな。その拳の時計だけじゃねえってことだな。これは大事な人の形見でな、いつも持っているんだ。めっちゃ普通にギフ駅ら辺で買った記憶あるよな。気のせいか。気のせいだ。よし、じゃあ次俺のターンでいいかな。しょうがない。じゃあ行くぜ。まあまあ、僕の萌え萌えフィギュアでどこに投棄し、とフィギュアをどこに投棄したんだ。殺すぞ、ブンブン。ジャガタ。カタカナを漢字にしただけじゃない。そのまんまじゃないか。これ見てみろよ。やべえやろこれ。魔王の魔に苦しい墓燃える、不全理由あどこ陶器処すクソクソ。次私はこれだ。我を産み落とした繊維トマトよ。僕のマキシマムザホルモンの初回限定版 DVD を転生したってのは本当ですか。悲しみの雨でこの街を破壊をするおつもりで。すげえこいつ。ただ一向に内容が理解できないけど。君たちにはできない内容だ。この勝者は俺はダメだ。どっちだこれは。正直最後のはなんか印象強いから俺はこっちだ。まあ仕方ない、負けを認めざるを得ないな。ああうずくぜ。1ポイント1ポイントか。ポイントを取るとうずくのか、その手は。じゃあ次のお題の前に消そう。あ、お前消さなくていいんだな。始末お前のそのうずく手そうやって使うのかさっき気づかなかったよ普通にやりすぎて。便利な手だな。さっさと次の任務を始めてくれ。そうだ、次の任務2回やってきて最終問題になるわけだが、次は一つのワードをもとに想像を広げてほしい。つまりそれはどういうことだ。理科に苦しむ。俺は大体分かった。いや普通に、まあ
お前ならできるんだろ。まあ、これを解放したら、これを解放する時が来たようだ。ついに貴様の本気が見れるというわけ。久々の解放だ。なんか書いてあると思ったけど何も書いてないじゃないか。ただの腕ではないか。そこはダメだろ。次は射精。ちょっとコランダー人のお子ちゃんごめんね。こっからはアダルティックな世界なんでね。まあそれが任務ならば仕方がないな。じゃあ行こうじゃねえかよ。行こうじゃねえかよ。お前たちまだ終わらないのか。終わった。終わってるよ。もともと俺は早く任務を始めたくて仕方がない。そうやって他の任務も掛け持ちすると仕事の質が落ちるんだよ。いくら任務を掛け持ちしようと完璧にこなす、それが俺だ。じゃあ始めようか。じゃあさっきの流れで、さっき優勝だったポチモから行けよ。あ、ポチモじゃねえよ、アリクシルバレスから行け。アリクシルバレス、分かった、行け。行くぜ。この世界を形成する王の遺伝子を快楽とともに解き放つホワイトステイションエクスペル。プシュー、次戻りやすいけよ。あー、やっぱ俺から行く、ちょっと自信なくなってきちゃった。まったく仕方がないやつだ。なんかちょっと俺この企画苦手だわ。命の根源、私の息子がパイタンスープの濃厚ザーメンを製造。最低だ。全く何を言っているのか理解に苦しむ。このザーメンとラーメンかけてパイタンスープ、白く白濁したお湯のスープのことだけど、ちょっと普通に大喜利みたいになっちまったな。ぜそんな恥ずかしいことを実は言えるんだ。僕も白い液みたいな、ステーション。ちょっと似てるな。面白いじゃねえか。行けよ、戻り、戻きです。人のコードネームはしっかり覚えておくんだな。じゃあ任務を開始する。俺はたとえこの身が滅びようとも必ずこの任務をこなす。たとえこなすことが不可能でも必ず二人目の俺、三人目の俺が現れ、必ずこの任務を成し遂げるだろう。なぜそんなことが言えるかって、そんなことは簡単だ。すでに種は撒いておいた。若干静止目線でもあるじゃねえかよ。なるほど、なるほど。よし、じゃあ指さした、自分以外の指さしたやつがこのポイントを制するでいいか。了解した。いっせーのでいくぜ。いっせーので。負けたよ、ポチモ。あ、ポチモじゃねえ、アリクシバです。もう仕方ないが、負けを認めざるを得ないな。いや、俺的にはホワイトステーションってところがよかったな。ああ、案外こういうのも悪くねえってか。まあ、俺から言うのもなんだから、君たちもいい戦いをしたよ。この左手を確定。いや、勝ちだけが勝負の利点ってわけだね。ここまで俺をたぎらしてくれたやつは他にいないが、久々に楽しい戦いをこなしたよ。また何かあれば俺たち一緒に力を出して高みに行こうぜ。12秒ファイト。あー、それでは今回のコランダ TV でした。また見てね。バイバイ。バイバイ。さよなら。